質問です。文字より動画の時代と聞きます。ライブ配信や動画配信がいいのでしょうかどの SNS をするといいのでしょうかという質問なんですが、まず大前提として、どの SNS でやってみたいですかに答えてみてください。どれやった方がいいかなじゃなくて、どれやってみたいですか これはすべての行動に置いて言えるんですけども、どれした方がいいかな、しなければいけないからじゃなくて、どれをやってみたいか。その、興味関心が湧く事柄じゃないと、継続できないので、モチベーション上げるっていうワンクッション置かないと、行動に結びつかないんですね。なので、やってみたいが先です。で、その次は、その、やってみたいなと思ったところが、 あの自分のお客様がね、使ってる SNS とかじゃないと、えー、まあそんなに効果が期待できないので、まあまあやってもいいんですけども、今の2点を意識して見るといいかなと思います。えー、もちろんね、動画、まあ YouTube とか、えー、ライブ配信はすごく盛んですけれども、TikTok とかも含めてね、1分動画とかも含めて。ただ、まあ じゃあ、文字を読む人が少なくな、少なくて、少なくはなってるかもしれないですけども、えー、文字がいいよねって、ブログがいいよねっていう人もいるわけです。なので、うスん、母数は大きくないけども、動画が苦手とか喋るのが苦手だったら、文字だけでやってもいいでしょうし、ツイッターとかを、ブログとかを使って。<laughs> まあそれはね、やっぱりこう自分の、まあ、得意と好きを生かさないといけないなと思うので、まあ、そこの視点で見てみた方が、結局長続きするかなと思います。 ご覧いただきありがとうございます。あなたの素質と強みを知ることができ、自分らしいビジネスの仕方がわかる自然体ビジネス診断、無料で受けられますので、ぜひ概要欄からクリックしてみてください。